軍事国道とは、軍隊の要請によって、国により建設内し運営された道路である。ここでは、旧植民地を除く日本国内における対象から、昭和にかけて、帝国陸海軍並びに、陸軍省海軍省の要請によって、内務省に認定された国道について記述する。軍道の存在自体は、人類が軍隊施設を持った頃からあったものである。世界各国。 軍事活動の進展により、公費で軍道が整備されていったが、日本でも例に漏れず、明治維新以降、周辺列強諸国からの防衛が必要であると、痛感した、明治政府は、全国に、賃外、賃受付を設置していく。これらの建設、維持、連絡のために、国費で道路の建設費用をまかなう、軍用道の必然性が出てきため、1885年内務省、 国事六号において、全国の国道に番号をつけて交付された中に、賃台を連絡する国道が定められた。さらに大正4年にかけて、賃主府や後に賃台改め各地の重要な手段を連絡する国道が定められていった。大正時代に入り、戦前の道路整備の基本法となる、旧道路法が1919 19年に交付され、これにより従来の明治期に制定された、 国道路線は廃止され、いわゆる対象国道が新たに定められた。東京市より、神宮、府県庁所在地、市団軍司令部所在地、陳府所在地また、派数用な開港に立ちする路線種、として軍事の目的を有する路線には当初定められなかったが、翌対象9年、内務省国時代125号によって26路線が、 定められ、明治期と比較して、より軍事色の濃い、小規模ながら全国各地個々の軍事施設の諸事情、解決を合わせ持った全額国交負担の国道が誕生した。この法令は、言葉として、軍事国道とは定められていないが事実上、軍用の国道であり、軍事上の機密もあるため、奇襲点のみ指定された。国道番号には、特を付与して、特例号と表し、 他の一般国道と区別していた。当初26路線、総延長2 7 5トルが定められたが、太平洋戦争末期の昭和20年3月1日まで、追加認定や、区間変更が続き、終戦時には41路線が存在していた。国道である以上、優先的に整備、改作された軍事国道ではあるが、太平洋戦争中期から末期にかけての、 予算削減や資材不足、労働力不足により一部の国道は全通することもなく計画倒れに終わったり、また修繕すらままならず、4分の1程度は軍用車両の通過すら困難な一部は獣道程度の実態のない道路であった。ありがとうございます。